はい、どうも皆さんこんにちは、光平でございます。ということでですね、今回なんですけれども、虹ヶ崎学園昨晩ですね、こちらについてのですね、まあ新情報がですね発表されました。まあ重大発表と、まあ、言ったところだと思いますけれども、まあ同時にですね、スクスタの、今後のまあアップデ情報もですね、まあ新機能とかの情報もですね、まあ発表されたんですけども、まあそちらはですね、そちらでまた皆さんね、各自ご覧になれると思うので見ていただきたいんですけども、まあ今回はですね、虹ヶ崎の方の重大発表についてね、いろいろと、出ましたので、結構大きい情報いろいろと出ましたので、虹ヶ崎の、重大情報についてですね、まとめていきつつ、あとね、まあ僕のちょっと思ったことだったりも、話していけたらなと思います。まずですね、じゃあ一つ目なんですけれども、スクスタ公式コラボショップお台場ゲーマーズありますけども、看板娘の結城せつなちゃん書き下ろしイラストが本日初公開ということでですね、まあこんな感じでね、まあ今イラスト出てるかと思いますけども、まあ非常にね可愛らしい、なんかヨハネとはねまた違ったね、こう可愛さがあると言いますか、まあなんかね、こうスタンドマイクをねこう持ってね、こうなんかはしゃいでる感じがね出ていて、もうとてもせつなちゃんらしいなということで、まあ非常に可愛らしいイラストでございます。まあ今後ね、いろいろとこれに関連したまあグッズとかね、商品もまあ出るそうなのでね、まあ皆さんね、まあ今ちょっとお台場ゲーマーズ臨時休業中ということですけどもね、まあ再開し次第ね、まあ詳細もいろいろと出るかと思います。はい、ですね、じゃあお次、二つ目はですね、セガスタッフイメージガール決定戦ということでですね、セガのイメージガールがですね、ついに決まりましたということでですね、こちらですね、結果、はい、第3位が、愛ちゃん、第2位が、かすみちゃん、そして、1位になったのは、りなちゃん、天王寺りなちゃんということでですね、セガスタッフイメージガールは、りなちゃんとなります。はい、まあ、ミューズはですね、りんちゃんで、アクアが、まあ、花丸ちゃんでございましたけれども、まあ、今回りなちゃんということでね、いや、この3人が、まあ、セガスタッフイメージガールということでね、今後まあ務めていくという感じになります。はい、そしてですね、ここからが結構大きい情報ですね。CD 情報ということでですね、虹ヶ崎の初のアニメーション PV 付きシングル、無敵級ビリーバーがですね、2020年の夏発売決定ということでですね、ジャケットもこんな感じでですね、出ました。こちらですね、カスミンの、まあちょっとアニメっぽい感じの、アニメーションっぽいね、イラストで、描かれてますけども、あとこれあれですね、レインボーブリッジですね。はい、レインボーブリッジが、まあメインになってると思うんですけども、まあ、このね、ジャケット、ちょっとね、こう、あれですね、今までのこう、カスミンの雰囲気とはちょっと異なった感じのシングルだと思うんですけども、こちらがですね、まあ、発売されます。まあ、そしてですね、この無敵級ビリーバーの、シングルには、まあ、未来ハーモニー、キュンがまあ歌う未来ハーモニーも収録がされております。まあ、アニメーション PV もですね、なので、まあ、2曲、収録されるということになりますね。はい。まあ、無敵級ビリーバーと未来ハーモニー。まあ、この二つがですね、まあ、どちらもアニメーション PV 付きということでね、非常に豪華な内容となっております。まあ、これあれですね、カスミンが要は、ソロ曲で出てるということなので、まあ、これは総選挙で1位になったから、まあ、カスミンが、センター、まあ、センターというかソロ曲を、こう、務めるといった形になったのでしょう。そしてですね、まあ、こっからが、まあ、最後の情報なんですけども、これでかいですね。はい、まあ、アクアの時も同じでしたけど、虹学の、セカンドライブが開催決定ということでですね、セカンドライブが決まりました。はい。まあ、以前ね、僕が予想した通りですね、セカンドライブの開催が決定いたしました。で、あとですね、まあ、2days の開催ということで、2days 1会場の開催となります。まあ、ツアーではなかったですね。ただですね、今回はね、今までの、こう、ラブライブのセカンドライブとはですね、ちょっと異なった感じのスタイルとなってまして、日ごとにですね、ライブのタイトルが異なります。はい、1日目、9月12日、13日にも行われるんですけども、1日目はですね、2公演、昼夜2公演のですね、開催予定となってまして、最終日、9月13日がですね、1日、1回のみの、まあ、1公演のみ、開催ということになります、13日は。まあ、なので合計3公演ですね、行われるという非常にまあ、今までにない形の、ライブとなります。どちらもですね、会場は東京ガーデンシアターでございます。こちらあれですね、今年の5月にオープン予定の新しい、まあ、住友系の、大きな、まあ、劇場型の、なんて言うんだろう、ライブ会場みたいなところなんですけども、
まあ、ショッピングモールとかとね、一緒にオープンされる、まあ、有明にある場所なんですけども、まあ、まさにね、有明ということなんで、二次学の、こう、ストーリーに合わせた感じがしますよね、場所的にね。で、ですね、ライブのタイトルが、まあ、先ほど異なると言ったんですけども、9月のですね、12日が、の方がですね、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会セカンドライブブランドニューストーリーということでですね。で、2日目の方がですね、同じくセカンドライブバックトゥーザときめきということで、2つでタイトルが異なります。1日目がブランドニューストーリー、2日目がバックトゥーザときめきということは、1日目はですね、なんかこう、これからの新しいストーリーをこう見ていこうみたいな感じの曲だと、まあ、そんなね、テーマだと思うので、おそらくですね、先ほどの無敵級ビリーバーをはじめとした、まあ、新しい曲がガンガンこう歌われるんじゃないかなと思います。まあ、それと対照的にですね、バックトゥーザときめきということなんで、まあ、今までのときめきをこう、なんか振り返ろうみたいな感じのライブに2日目はなるんじゃないかなと。だからま、ときらんとかそういう過去の曲、まあ、過去の曲って言うとあれですけど、まあ、今のね、既存の曲を結構多めに歌う感じになるかなと。まあ、ライブのタイトルがね、異なるということなので、おそらくね、セトリも、だいぶ変わってくるんじゃないかなと、2日間でね、思います。はい。いや、でもすごいですね。2日間でライブのタイトルが異なるという、まあ、今までにない新しいスタイルということでね。まあ、これはこれでですね、僕も非常に、行ってみたいなと思うので、まあ、9月開催ということなんでね。まあ、ちょっとね、現状の、日本、およびね、まあ、世界の情勢でどうなるかわかりませんけれども、まあ、開催ね、できることを心から祈っております。皆さんはですね、今回の、これらのですね、重大発表で気になった、情報やですね、内容ございましたでしょうか。ぜひね、下のコメント欄とかで、まあ、いろいろとね、今回の情報について、まあ、いろいろと思ったところ書いてみてください。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。